この間そのもう本当去年に君の名は勧められたから俺も見に行ったのよ。ああ行ったんだっけ。そう君の名はあのネルソンズの騎士ってやつとまたバカなやつと言ったな。そうで見に行ってすごいいい映画で、はい、でわあすごい良かったなっつって、でそれを見終わったのが夕方前だったから、うん、騎士とちょっと聖地巡礼してみる。おいいじゃん。え、ぽくないね。そう。あんまりそういうのしなくない？そう、時間映画良かったし。そう。で時間もあったし。いいじゃん。しかも片割れ時じゃん。夕方5時なんて。そうそう。それで、あれ舞台四ツ谷？そうそうそう。にあんの。はいはい。でそれで騎士を俺バイクに乗っけて四ツ谷ついて、でどこら辺なんだろうっつって。うんうん、でこう見てて、でそしたらあれここっすかっつって。うん。うわここだ聖地駅前駅前歩道橋とかいろいろあるよね。あ、最後のシーン。ああ階段のところ。そう階段のところ。あれも四ツ谷なの。そうそうそう。へえー、でそこ行って、そしたらサラリーマンの人がちょうど登っていくのよ。おうおうだから騎士が「いやちょっとあの人聖地巡礼してません？」可能性あるね。ってことはで最後のシーンで男と女の人がこうやって、ね、こうやってこうすれ違って2人振り向いて終わるんですよ。あれちょっと待って待って、入ったんじゃない？だからこれあるんじゃないですか。役入ったぞこれ。騎士お前行くか、行ってきますって言って、でそのサラリーマンの人がサラリーマンの人が登ってきてこうやってこう行って、で俺上から見てたの。おうおうおう。そしたら騎士が止まった。騎士が止まってくるって振り向いたの。いや入っちゃった。嘘だろ。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。そりゃそうなの。まだこの騎士が女の子だったら分かるけど、そうそう、なんで男と男で君の名はしなきゃいけないの。まだね、まだまあまあまあそうなんだけど、なんかそこはいやでも意識はしただろうね。うん、いや意識したらリーマンも、うん、だちょうど本当に騎士が歩幅合わせて本当に真ん中ですれ違うんですよ。それが気持ち悪いって思ってて、こいつ合わせてきてないみたいな。えなんでなんでっていう。でそのやっぱサラリーマンが来る直線上に、うん、俺がこうやって変なディレクター色みたいなのいるから、だから多分やってくんなかったんだろうけど。